はいどうも、ヘビフロッグと申します。カマキリの寄生虫といえばハリガネムシですよね。というわけで今回は、捕まえたカマキリにハリガネムシがいるのか、これを検査します。検査するカマキリはここにいるハラビロカマキリです。ハリガネムシはこのハラビロカマキリに多く寄生しています。ハラビロカマキリの生息地とハリガネムシの生息地が被っているんですよね。ですのでこのハラビロカマキリに多く寄生していると言われています。ですが 100% 寄生しているわけではないんですよね。というわけで、このハラビロカマキリがハリガネムシに寄生しているのか、それとも寄生していないのか、これを簡単に判別する方法があるので、それを実際に検証します。検査の仕方は簡単で、ここにある水の中にカマキリのお尻をつけるだけです。もしハリガネムシに寄生されているのであれば、お尻からハリガネムシが出てきます。というわけで早速やっていきましょう。というわけで早速やっていきます。ほらほら、さあ出てくるでしょうか。うお、うお、出てきました。これがハリガネムシです。いやー、出てきてますね。お尻をつけてわずか1分ほどで姿を現しました。いやー、素晴らしいですね。お、出し切りましたね。うわ、なんともう一匹出てきました。かなりパンパンだったので大きいのが詰まっていると思っていたんですが、なんと2匹目が出てきましたね。しかも先ほどよりも大きいです。いやー、恐ろしいですね。こいつは2匹もお腹の中にハリガネムシを入れていたんですね。お、2匹目も出し切りました。3匹目はさすがになさそうですが、もう少しだけお尻をつけます。さすがに3本目はありませんでしたが、この通り2本のハリガネムシが出てきました。よくハリガネムシに寄生されているポイントで、お腹がパンパンだったので1匹は寄生されていると思ったんですが、まさか2匹のハリガネムシに寄生されているとは思いませんでしたね。ちなみに寄生されていたカマキリはこの通りピンピンしています。本来は水に入って死んでしまうんですが、今回は僕に捕まったことによって逆に命拾いしましたね。いやー、僕に捕まってよかったですね。本当に運がいいハラビロカマキリです。ハリガネムシ同士がまるで蛇の交尾のように絡まり合っています。ハリガネムシはカマキリから出てきた後、このように水中で捕まれる枝に巻きつきます。感情や知能は全くありませんが、おそらくお互い木の枝や木の葉と勘違いしているんでしょうね。このように絡まり合っているとお互い動いて体力を消耗し合うので、このプラスチックのコップの中に分けます。ほら、改めて見ると恐ろしい見た目ですね。というわけで2本に分けました。2本を比較すると、先に出てきたハリガネムシよりも後に出てきたハリガネムシの方が太さも太く長いですね。色も同じで同じ場所に入っていたので、順番的にこちらの大きい方が先に寄生して、その後にこの細い方が寄生したんでしょうね。どちらにせよ同時にカマキリの栄養を取っていたと考えるとゾッとしますね。それではこの大きい方を取り出して体の表面を観察しましょう。動いていますね。こういう感じで少しであれば水から出しても大丈夫です。体をくねくねと動かして陸の上を移動しています。どうしてこのような動きになるかというと、ハリガネムシの体の表面はクチクラというもので覆われているからです。水がないことに気づいたのか、かなり動きが激しくなってきました。
焦ってる。この体の表面を覆っている口くらというものは昆虫の外骨格と同じです。カブトムシなどの甲虫はかなり硬いですよね。あれと構造が同じなんですよね。ちなみにキューティクルとも言って、人間の髪の毛の表面もこの口くらで覆われています。かなり乾燥してきました。もう一度水の中に戻してやりましょう。まるで水を得た魚のように体がくねり始めました。このハリガネムシ、何より恐ろしいのが、先ほども言った通り宿主を入水自殺させます。なんとカマキリなどの宿主の脳みそを操り、水へ誘導して入水させるんですよね。もちろんカマキリなどの宿主は水に入ったことによって溺れて死にます。そこからハリガネムシは交尾のために水の中に潜るというわけです。つまりこのハリガネムシ自体が水の中に帰るために宿主をコントロールするというわけです。ちなみにハリガネムシのマインドコントロールのメカニズムは、成虫のハリガネムシが出すタンパク質にあります。ハリガネムシは洗脳するためのタンパク質を宿主の脳みそに注入します。このタンパク質を注入された宿主は光を感じる神経を狂わされます。これによって水そのものというよりも水に反射した光に反応して水の中に入水させられるんですよね。ハリガネムシが脱走しようとしています。ですが一度出たハリガネムシは水の中でしか生活ができず、もう一度寄生することもできません。つまり寄生生活の先に待っていたのは狭い水槽というわけです。まあただこいつは駆除はせずに飼育しようと思っているので安心してください。はい、というわけで今回はカマキリからハリガネムシを出す動画でした。この寄生されたカマキリは残念ながら生殖機能を失います。まあただこの通り弱っているわけではなくピンピン動いているので、また餌を与えながら最後まで育てます。というわけで今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。